紀州伊達家は、伊達氏の士族である、駿河伊達氏の文家、紀伊達家とも呼ばれる。駿河伊達氏は、伊達氏の祖である、伊達智宗の世の四男の四をため家を祖とする家系であり、仙台藩主家となった伊達宗家とは、同族とはいえ、最初期の12世紀に分岐した遠い士族である。紀州伊達家は、大阪夏の陣で活躍して、徳川家康の十男の頼信に仕えた。 伊達森継を外する。この森継より五代後に、陸宗宗光の父の伊達千尋がいる。宗広の頃は、幕末で、紀州藩内における、和歌山派の中心人物として、加納山中地区五神を補佐したが、地区守の死後、幕府との信仰があった、水野忠中に実権を奪われると、田辺に遊兵された。その後も脱藩した罪で解放と幽閉を繰り返している。 宗広のこの宗光は幕末の頃から道の区の名字を名乗った。宗光は明治政府において外務大臣、農商務大臣を歴任し、衆議院議員にも当選している。外務大臣時代には外国と結んだ不平等条約の撤廃に成功し、1894年8月に死者区を除位されている。日清戦争以降は白尺となる。 宗光の長子広吉は英国に留学し、同地で出会った英国人女性のエセルパッシングハムと結婚している。宗光の次子淳吉は小賀工業の創設者、古川一兵衛の養子となって二代目社長となった。妹の初歩は衆議院議長や貴族院議員などを歴任し、後に男爵となった中島信幸に嫁いでいる。その他、宗光の母親は、 岡崎国介の母親と姉妹関係にあり、国介は長坂家から岡崎家に養子に入り、後に宗光の後継者として衆議院議員に当選し、立憲政友会に所属して定新省官房長、農林大臣などを歴任している。国介の孫に元中隊大,大使で政治評論家の岡崎久彦がいる。判例、実践は実施。 派遣は養子を呼び婚姻、太地は当主。ありがとうございます。